現在までダイアンツの残塁が6つ、広島の残塁が5つ。大野の一撃、レフト前、レフト前ヒット。まあこれは二浦でね、なんとか押そうということでしょう。高木さん、はい、一塁側ですが、はい、今日はファームのね、末継コーチが来てるんですよね。はいはいはい、そうですか。まあ特に若い人にね、指導する末継コーチの気持ちもよくわかりますね。さあ二浦のバッターボックス、ノーアウトランナー一塁ですので、当然バント。一方広島はバントシフト、サードの衣笠も極端に前へ出ております。ここまで出てきますとバントは非常にしにくいんじゃないですか。そうですね、この時はね、本当によくいいバントまたできますよね。慌てません。ワンボールナッシングが投球は2球目です。バントはバントしました。一塁線、バット諦めた。三谷はセカンドも、セカンドが入りましてフォースアウト、いや一塁アウトで木下に送りました。柴田に敬遠策。ここでですね、どうですか、はい、池谷の投入、はい、ということも考えられますか。はい、それはありますね。さあボール3です。まあ、今日は高田がヒットありませんからね、もうそろそろ出頃だということも考えられますね。ちょっと昨日の疲れがね、江夏に出てるような感じ受けますからね。高田は江夏に対してフォークボール、真ん中ちょうどボールになるフォークボールで先ほど三振を喫しております。そうです。狙いました。さて2球目打った、取ったか、やはりコーナー、コーナー一旦二塁に帰りかけた。三塁回ります。三塁に三塁回ります。あーホームイン、高田サヨナラヒットです。高田のタイムリー、ジャイアンツ4対3、ようやく広島を破りました。ジャイアンツ4対3で勝ちました。高田タイムリーヒット、ついにやりました高田。ようやく捕まえたというところですね。そうです。